新瀬戸駅は愛知県瀬戸市東横山町64にある名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は ST18。瀬戸市内にある鉄道駅で1日での乗降客が最も多い駅である。瀬戸市の中心市街地は古くから終わり瀬戸駅周辺であったが、近年は東駅周辺に新たな市街地が形成されつつある。相対式二面二線ホームを持つ地上駅で 京状駅舎を有している。終日有人駅で自動券売機、自動改札機、LED 簡易列車案内、エレベーターなどの設備がある。愛知環状鉄道、愛知環状鉄道線瀬戸市駅と一体となったバリアフリー対応工事が進められている。2010年3月現在、エレベーター2機と多機能トイレの設置、誘導用ブロック、展示などの整備、改善が行われている。 また、2009年度以降、愛知県や瀬戸市が市役所や公立統制病院などを含む周辺一帯において道路の段差や傾斜などを解消する工事を行うことになっている。昔ながらの市街地が尾張瀬戸駅周辺に広がっているのに対し、東駅周辺には新しい市街地が形成されている。バスターミナル内1から3番乗り場は、 元は JR 東海バスの停留所であり、2009年に瀬戸北線、水野巡環線が名鉄バスに路線上とされた際に移管された。同時に停留所名が瀬戸市駅から名鉄の駅名に合わせて新瀬戸駅に改称された。元からの名鉄バス新瀬戸駅バス停はバスターミナル南側の路上にあり、バスターミナル内停留所が移管された後には4番。 乗り場として使用されていたが、使用する系統がなくなり廃止された。2021年1月31日まで、ドリームトヨタ号が発着していた。名鉄バスの新瀬戸駅2番乗り場に併設されている。尾張横山駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。